タネスの山内芳水です。芳水亭にようこそ。こちらのチャンネルでは皆様に着物に関する情報を発信しています。今回のコーディネートなんですけれども、先日開催いたしました着物撮影会の時のコーディネートです。カジュアル着物、あとモダン着物をコンセプトにして、初めて着物を着てみようと思った方も入りやすいように、なるべく簡単に、そして動きやすく着られるように考えた講座をいたしました。その様子はね、後日また投稿しようと思っています。うまくね、編集ができたらこのままね、続けて投稿しようかなとも思っています。で、私ね、講座は Zoom でも行っていまして、たくさんの方にね、受けていただいています。よろしければ説明欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておきますので、そちらの方からご参加ください。今回はイベントに合わせたコーディネートをしてみようと思います。クリスマスやね、お正月柄のね、帯とか着物とか持ってるとすごくいいですよね。ですけど、そういうのって使い回しができないじゃないですか。その時しか使えないので、もうすごく贅沢でね、私もそういうの欲しいなって憧れるんですけれども、なかなかそういうわけにはいかないので、ちょっと色だけでね、そのイベントを表現できたらいいなと思っています。で、これは前回の着物撮影会の時のコーディネートなんですけれども、このままでもね、ちょっとクリスマスパーティーとか行っていいかなって思っています。ここにね、パールのネックレスをしているんですね。で、ちょっとピアスもね、パールをして、で、帯留めも、これ帯留めじゃなくってブローチなんですけれども、そういうのをしています。そして帯はね、もう結ばない帯結びですね。で、前にこう飾りをつけて、これ三分紐で、三分紐もここで普通に結んで、端をね、リボンのように入れたものなんですけれども、このようにコーディネートしました。後ろはこんな感じです。これだとね、車の運転とかすごく楽ですよね。で、丈もね、ちょっと短めになってます。映るかな、暗いかな、ちょっと後でやってみますね。もうちょっと遠めにしてですね。で、ちょっと一回切り替えます。うまい角度になったかな。で、クリスマスカラーっていうと、サンタさんの赤と、あと雪の白と、あとツリーの緑ね、赤白緑ですよね。で、お正月も紅白と、あと松の緑、同じ色なんですよね。ですから、クリスマスとお正月は同じ色なので、ちょっと着方とかコーディネートを変えるだけでね、使い回しができると思うんですね。で、今のこの格好なんですけれども、これは短めに着ていて、そしてブーツを履いてね、出かけるようにカジュアルな感じにしているんですけれども、これにですね、グリーンを少し足すと、もっとクリスマスらしくなってくるんですね。で、これは重ね襟なんですけれども、重ね襟でちょっとね、上に黒いラインストーンがついてるんですけれど、こういう重ね襟をですね、重ね襟以外にも使うということで、後ろから回して、これは結ばない帯結びなんですけれど、後ろから回してですね、そして前でこの重ね襟をリボン結びしちゃうんです。こんな感じで、こっちかな、こうしてね、リボン結びっていうか、今これ肩結びしたんですけれども、で、こっちが長いので、この長い方をここにちょっと入れ込むような感じで、ここにね、ちょっとグリーンが入るだけで、すごくクリスマスっぽい感じになりますよね。そしてあとはこれね、100円ショップにこういうのが売ってたんですけれども、こういうのよね、これ葉っぱみたいな、100円ショップに売ってたんですけど、こういうのをこの帯締めのところにですね、少しくるくるくるって巻いてあげるだけで、すごくカジュアル感が出てくるんですよ。
あんまり見えないかな。今日ねちょっと曇りで暗いんですよね。で、リングライトはね私いつも使ってるんですけれど、私メガネだからリングライトすごく明るくつけるとメガネに丸くリングライトが映るんですよね。だから少し暗いんですけれど、ちょっとねこうやって葉っぱをね巻いてあげるだけでもカジュアルな感じになっていいかなと思います。あとこの今これはね重ね襟を使ったんですけれども、重ね襟じゃなくてもお家にですねこういうスカーフとかがあったら、こういうスカーフを巻いてあげてね、リボン結びにしてあげてね、ちょっとふわっとさせてあげるだけでも、これだけでもね少し豪華な感じになりますよね。こんな風にしてねアレンジしてクリスマスパーティーとかに行くといいんじゃないかなと思います。でこれで今緑の三分紐の帯締めをしているんですけれども、でそこにね帯留めの代わりにブローチをしているんですが、ちょっとこの葉っぱを今取りますね。よいしょ。このクリスマスカラーにしようと思ってグリーンのねここ三分紐をしてたんですけれども、グリーンじゃなくてねこれ襟が石畳なので、この帯締めも石畳にしてもかっこいいですよね。こんな感じでコーディネートしてもいいかなと思います。そしてこのねこれ私この間からフラワーアレンジメントを習い始めて、ちょっとツリーのような感じのねフラワーアレンジメントしてます。見えるかな。そしてですね今ここにしてる帯留め代わりのこれブローチなんですけど、これもねブローチいろいろあるので、これはね葉っぱとテントウムシなんですよ。こういうのをしてみたりとか、あとこれ蝶々ですね。蝶々も可愛いですよね。蝶々をしたりとか、いろいろね、遊んでみてください。これこの間ね、お友達にいただいたので、これ絶対お正月にしようと思っています。水引きで作ってるんですけど、悦子さんにもらいました。悦子さん見ててくれてるかな？これお正月にしますね。ブドウも可愛いですよね。こうやっていろいろね、お家にブローチとか眠ってるんじゃないかなと思うので、ブローチで遊んでみてください。そしてですね、あと前回ね羽織とあとコートをご紹介したんですけれども、今回はちょっとショールをご紹介しようと思います。ちょっとねこのショールは薄いので寒いかもしれないんですけれど、このショールも三角にして、こうやってショールがあるだけですごくまたおしゃれ感がアップしますよね。こんな感じでもいいですし、あとショールはこれはニットっていうか毛糸のですね、ふわふわのショールなんですけれど、これもね、これだとまた全然変わってきますよね。ね、ショールが変わると雰囲気がすごく変わりますね。これだとなんかちょっと雪のね、冬の日って感じでいいですね。こんなショールもいいですし、あとちょっとね、カジュアルなのがあるので、これをするとね、すごくカジュアルになりますよね。こういうのもね、着物に合わせるといいかなと思います。ほら、カジュアル感が増しますよね。こういうショールだと。こっち、もうちょっとこっちかな。ね、とってもカジュアルで、ショールの柄だけでもすごく雰囲気が変わってきますよね。でもこういうのだったら、もうお洋服と同じように、これは幅が広いのでちょっと4分の1に畳んでしまって、
4分の1に畳んで、そして長さも半分にして、普通にね洋服の時と同じように、こうやってこんな感じ、あったかいですよね、こうやったらとても可愛いなと思います。今日暗いですね、うまく映ってるかな、こんな感じです。クリスマスだったらこんな風にコーディネートすればいいかなと思いますが、ちょっと今度はお正月に変えていこうと思います。お正月バージョンも同じような感じでね、こんな、ネックレスとか取りますね。ちょっと一回切ります。お正月バージョンということで、帯はねちょっと裏を使って黒にしてみました。そして帯揚げと帯締めをしてね、で帯締めが紅白で、そして帯揚げはこれはオレンジの絞り布を使ったんですけれども、ここにねグリーンが来てもいいかなと思います。後ろはこんな感じです。後ろシワが大丈夫かな、後ろこんな感じになってます。でここの帯揚げがこういったね渋いグリーンとかを持ってきてもいいのかなと思います。あと綺麗なグリーンでもいいのかもしれませんけど、こうするとねまただいぶお正月っぽい感じになりますよね、和の感じになりますね。でこの帯締めもこんなのを使っても、帯締めも紅白じゃなくてこういうのを使ってもいいかなと思います。こんな感じですね、これがなくなって、お正月だったらねこうか、こんな感じにしてもいいのかなと思います。でちょっとこれもしてみようかな、上からしてみますね。グリーンだけが綺麗に、ちょっと上からやってるだけなので変化は知れませんけど、こうやって緑が、グリーンがここに出てきて、こんな感じこんな感じでもいいですよね。でこの襟もねちょっとからし色とかが来るといいのかなと思うんですけれども、これですよね、こういうからし色がねここに入ってもいいですよね。ちょっと着てみようかな、からし色の半襟の長襦袢どんな感じになるかね。であとはこれが今上からしてるんですね、これ取って、帯揚げはこのグリーンでもいいしこのオレンジでも良かったんですけれども、あとねこれね私が風呂敷なんですけれども、風呂敷って正方形でしょ、でこういうのを半分に切っちゃって、これも風呂敷だったんですけれども、半分に切って、それでこうやって長くつなげたんですね。真ん中でつなげて。で、こういうのを帯揚げ代わりにですね。使っても、風呂敷の柄がね、すごく活かされていいんですよ。ちょっと今これ仮にするだけなので上から締めて結んでみますけれども、風呂敷をね半分に切って、で長さを真ん中でつないだだけなんですけれど、こんなのも
いいですよね。ここにね、柄が出てきてですね、いい感じになりますね。ちゃんとしてないから上からやってるんで少しモコモコした感じになってますけれども、こうやって一結びにしてもいいですし、もうおしゃれに使うのであれば、おしゃれに使うのであれば結ばないで、ここの柄をこうやってね見えるようにして、これもっとうまく綺麗に畳めばいいんでしょうけど、こんな風にしてね出してあげてもいいのかなって思います。ここの柄がねおしゃれですよね。ちょっと後でちゃんとやってみますね。一番着替えてみますね。暗いですね。ここまで来ると顔が明るいけど顔が影になる。半襟がからし色になるとだいぶまた変わってきますよね。そしてこれが先ほど紹介したなんだっけ、風呂敷で作った帯揚げですね。そしてここにちょっとサンゴの帯留めをしてみました。お正月だったらこんな感じでもいいですね。後ろはこうです。後ろ映るかな、この辺かな、こんな感じになってます。ちゃんとなってるかな。あともう一つやってみようかな。今ね帯を変えてみました。そしてねこれもね風呂敷を半分に切って、そして長く長方形につなげたものなんですけれども、これを使ってみますね。風呂敷ねたくさんあってもそんなに使わないじゃないですか。だからねこうやって帯揚げにしちゃうといいんじゃないかなって私は思ってます。でこれ黄色とね赤とね裏表両方使えるのでいいですよね。で今回は襟がからし色なので、このからし色に合わせて濃い黄色の方をね使ってみますね。でこうして、そして帯締めは何にしようかな。あそうだ、これ悦子さんに作ってもらった水引きのかんざし今してるんですね。映るかな、映ってるかな。でこの水引きの帯締めもしたいので、どれがいいかな、赤のこれでしてみようかな。そして帯締めが後ろに行くようにして前で結んであげれば、今の前ね、何言ってんだろう、こうして結んであげて、でこの結び目はこうして結び目は中に入れてしまうでしょ、こうやってね。でこのまま回しますね。なんか何回も着替えたりしてるからだんだん変になってきたかな。大丈夫かな。でこの風呂敷の帯揚げをきれいに結んであげて、これ悦子さんが作ってくれた水引きの帯留めです。あ、茶色どうだろう、この帯の色どうだったかな、ちょっと地味になりすぎたかな、これだと。でもいいか、もうしちゃったし。こんな感じでね、お正月こんな感じでもいいかなって。最終的に着物以外は全部変わっちゃいましたけれども、これいろいろねコーディネートは楽しめたんじゃないかなと思います。後ろちゃんとなってるかな、後ろこんな感じになってます。ちゃんとなってました、なんか怖いな。こうやってねいろいろコーディネートは
楽しんでみてください。で、チャンネル登録やいいねボタンは励みになりますのでよろしくお願いいたします。コメントもね、いただけるとすごく楽しい、嬉しいのでコメントもよろしくお願いいたします。で、次回は私ちょっともう一回ね、ライブをやってみようと思っています。前回ね、1回やってからもうだいぶ経ってるんですけれども、次回は土曜日、12月の26日の土曜日に、夜8時からライブをやってみようと思っていますので、どうぞご参加ください。それではまた次回、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。じゃあライブもまたよろしくお願いいたします。たくさん来てくれると嬉しいのでね、お願いいたします。クリスマスや使い回しができるようなものばかり、うまく言えない。わかった。